皆さんこんにちは、戸崎マジックスクールの戸崎です。この動画では、技術研究を読むと題しまして、記述研究というかつてあったマジック雑誌を毎回1号ずつ紹介しています。今回は第4回目ということで、第4号、1956年冬号をお送りいたします。 早いもので第4回目になりますね。でこの記述研究がですね、期間史、まあ、季節ごとに出る雑誌だったので、春から始まって、春、夏、秋、冬ということで、まあ、今回でちょうど初年度が終わるという形になりますね。えー、今のところ週1ぐらいで更新してますので、初年度、1年間内容をまあ約1ヶ月ぐらいかけて読んでいるというような状態でございます。それでは、えー、早速進めていきたいと思います。 はいえー、毎度おなじみですけれども、まずは、えー、第4号の目次ですね、こちらから紹介しています。このような形の、えー、内容になっています。これがですね、えー、4号の目次になりまして、でこの中の全部をですねなかなか紹介するのは難しいので、えー、紹介するものは太字になっているところを紹介していこうと思っております。えー、ちなみにこの第4号はですね特集が宴会記述ということで,で、すね、まあ、冬だったんで、多分あのー で忘年会とか新年会とかいろいろそういう宴会が多い時期だったので、ということで宴会技術という状になっているんじゃないかなと思います。でも、うこのソーソうタルメンツが、えー、いろいろな宴会技術を紹介しているという特集になっておりました。ここの部分は、えー、とマジックのやり方とかの部分が中心だったので、今回は取り上げません。 さあ,あとですね、今回取り上げないんですけれども、このですね、「記述と探偵小説」というですね、えーまあ、定段がありまして、こちらがですね、えー、メンバーがすごかったですね、えー、4人でですね、記、え、述、ー、と探偵小説について話しているといったようなコーナーなんですけれども、えー、マジック研究家の高木茂雄先生、そして、えー、安倍和恵さんですね、この人は。 えー、随筆家とかですね翻訳家の人ですね。えー、日本 作家協会のま名誉会員というですね、方でございます。えー、あとはですね、柳井さ澤義典さんというのが、まあ、このフィースキスン究に関わっている方なんですけども、あと一人、えー、推理作家として、江戸川乱歩、江戸川乱歩さんと言っていいんですかね、江戸川乱歩さんが出てきています。この江戸川乱歩はですね、キ、え、ス、ー、研究のですね、えー、なんかめ名誉メンバーみたいな感じのそうでもあるみたいで、まあ、非常にもともとマジックに興味のある方なんで、えー ままあそんな感じでですね、まあ、この時点でかなり売れっ子作家だと思うんですけれども、江戸川ラポも出てきていますので、あの技術研究の、えー、と参助院ですね、まあえー、と参助会員みたいなものにも江戸川ラ歩の名前が出ているという、ですねなかなか面白いな状態でございます、えー。この技術研究と探偵小説のまあ、内容自体は、ですね正直そんなに取り上げなくてもいいかなと思う、まあ、雑談みたいな感じだったので、今回取り上げませんけども、まあ、こういう企画もですねあったということでございます。 えー、ちなみにですねこの安倍一恵さんが入っている、えー、日本推理作家協会はですね、まあ、そもそも江戸川乱歩がですね作った協、えー、会に なってまして、えー、現在は15代会長として、京本達彦が会長らしいですね <laughs>、えー。まだ続いてるんですね。素晴らしいなと思います。まあ、こんな感じの人たちとマジック界は、まだまだこの時はつながっていたということですね。まあ、現在でも結構ね、数理小説の方とかはですね、マジック好きな方が多いんで、まあ、結構近しい業界なのかなというふうな感じでございます。さあ、えー、ということでございまして、えー、今回のですね、えー、内容を始めていきたいと思います。 で、えー、まずはですね、えー、毎回取り上げてます、石田天海さんが書いてます、在米30年休生活という、まあえー、記事ですね、を取り上げていきたいと思います。ちょっと今回、ここは軽めのね、まあ、1個目の話なんで軽めにしていこうかなと思います。毎回あの1個目の話がですね、 妙に長いっていうですね、ことがありますね。今日はちょっと軽めの話題から始めたいと思います。医者、えー、展開はですね、まあ三十年ぐらいアメリカでですね、マジシャンとして活躍していまして、まあその中でですね、まあ気づいたこととかといことをですね、まあいろいろ紹介しているというまあエッセイみたいな感じですかね、になります。 で、えー、今回はですねちょっとまあ、えー、引用もしてるんですけれどもまあアメリカのまあマジシャンですねがまあ結構専門のマジシャンとかがいたりするよみたいな話を出していますちょっと紹介します、えー、アメリカは広い国土でもあり、えー、記述死が出演する場所も一 定していない上に、えー、各々が異なった、えー、階級の人々を相手にして、えー、技術行脚行をしておりますと、し、え、た、ー、って自然と演出する技術にしても見物する慣習にマッチしたものを選択する必要がありますということで、まあこの時点で、まあ、この時点というのはですね、昭和31年ですね、昭和31年1956年頃のアメリカのまあ、マジシャンっていうのはまあ結構いろんなところでいろんな仕事をしていたというような話ですね。 で結構変わったところとかもあったりするので、まあ、参考までにということで紹介したいと思います。でまあ、イメージ的によくつきやすいのが、まあ、ナイトクラブ専門のマジゃャンっていうのは、まあ、割とマジックの世界の人にはイメージがつきやすいかなと思います。当時ですね、えーまあ、ナイトクラブというのはですね、結構あってです、ねまあ、ここはまあお酒が飲めてで、まあ、ちょっとそのいわゆる出し物ですね、まあ、ダンスとかショーとか。 みたいなのがまあ見ながら食事とか、えー、お酒が飲みますよみたいなそういうクラブが結構いろいろありましてそこに結構マジシャンっていうのは出てたんですね。でこれとヨーロッパとかでもですねそこのナイトクラブっていうのがまあ盛り上がった時期にいわゆるスライドハンドマジシャンみたいなものっていうのがこのナイトクラブで演じる、えー、マジシャンとして結構まあ仕事になってて、まあ、発展したっていうことをよく言われています。 ですので、まあ、このナイトクラブっていうのは結構方々にあって、でスライドハンドマンシャンっていうのはここで結構、えー、生きていたんだよといったようなイメージですね。まあ、なんで逆に言うと、このナイトクラブがちょっと、えー、下火になってしまった段階で、そのいわゆるスライドハンドマンシャンみたいなものっていうのも、 ななななかなか活躍の場がなくなってきたっていいうのが、えー、正直ななとところかなと思いますただ、えー、そこでナイトクラブがなくなって仕事場はなくなったんだけれども、いわゆるコンテストみたいなもの、ステージマジックのコンテストみたいなものは、なんかこのナイトクラブの、えー、時代をいまだに引きずっていたりするので、まあ、なのでコンテストで優勝とか賞を取ったとしても、なかなか職場がないっていうのは、ナイトクラブがなくなっちゃったからっていうのが、まあ、えー、と欧米ではよくあることですね。まあ、日本でも似たようなものなのかもしれませんが。 そここはですねまあまあまああるでしょうってう話なんですけどもこう意外と面白いなというものが学校専門のマジシャンみたいな人が、ね、いたわけですねいわゆるまあ学校公演というか、まあね、各学校小学校中学校とかを回ってマジックを演じますよって人が結構専門の人がいたりするみたいですでただ学校で演じるものなので あのまあ、先ほどもあったり、う場所とかね、監修にマッチしたものを選択する必要がありますということなんで、まあ、と当然ということないかもじゃないですけど、タバコとかね、えー、お酒とかっていうのはなかなか使っちゃいけないよと、まあ、当時ね、あの結構あのお客さんが、えー、言ったお酒を出すとかね、そういう手品があったりしたらしいんですけど、さすがにそれは学校でじられないよねって、まあ、当たり前の話なんですが、えー、そんなことを言ったりもしますと。 でちょっと面白いなと思ったのが、この当時、まあ、学校によってはカード、いわゆるトランプですね、を使うのも NG だったらしいです。まあえー、その当時の特にアメリカだと、やっぱりまあカードといえばまあギャンブルですね、えー、どちらとも単純な娯楽というよりかギャンブル性のイメージがあったので、まあ、カードを使うものっていうのも NG だよみたいなことが結構あったみたいですね。この辺が 現在どうなっているのかっていうのは、ちょっとよくわかりませんが、確かにこのアメリカとかでいうと、どうなんですかね、えー、やっぱりまあ、カードイコールギャンブルみたいな、どっちなんていうか、まあ日本のイメージでいうと、麻雀とかに近いかもしれませんけど、えー、そういう印象があったんで、なかなかそういう教育現場とかね、あのー そういうところでは、なかなかそういうマジックができなかったということで、今のマイちゃんが結構カードマジックが中心だったりするので、これができないと厳しいだろうなみたいなふうに思ったりもします。えー、あとですね、まあ、動物虐待の観念を与えるものも NG というふうに書いてあります。えー、と具体的に言うと、これ、まあ、動物虐待っていうとね、まあえー、かなり。 あのー、かなりな内容のことですかみたいなふうに思うんですけども、ここで例に挙げられているのはですね、いわゆるこういう箱にですね、えー、うさぎを入れますと。で、この箱にですね、なんかこう、ローラーみたいなのがついてて、でこのローラーみたいのとのところにこうハンドルが横についていてで、このうさぎを入れてハンドルを回すと、 なんかこうペラペラになったウサギが出てくるみたいなです、ね、まあ割と,なんというかコメディチックというか、あのー、まあのまキッズ向けみたいなマジックがあるんですけども、まあそれすら NG だった学校があったということで、まあ、そうなるとかなりえ厳しいなあという感じがしますよね。まあ、一応確かに 現象としては、うさぎそのものを、なんかこう、ローラーで引き潰して、えー、ペラペラにしたみたいな現象であるんですけども、まあ、見た感じ、そんな雰囲気ではない、ちょっとあのギャグみたいな感じでやってるものなので、それがそんな動物園の観念を与えるかっていうと、与えないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それが NG だった学校もあったということでですね、なかなか厳しいなという感じでございます。 面白いでで、すね。であと、ですね、この医者展開さんが、えー、仲間内で聞いた中で、えー、こんなのもあったんだっていうので、面白かったのは、えー、病院専門のマジシャンっていうのがいたらしいですね。病院専門のマジシャンってね、あのー、なんか友人が急に病院で働くことになったって言い出したんで、うん、えどうしたんだ、もうマジシャンやめて医者になったのかみたいなこと聞いたら、いや違うんだ、違うんだみたいな話で、えー、病院を、各病院を回って、 えー、そこで、いわゆる入院患者ですかね、入院患者の皆さんにマジックを見せるっていうですね、えー、そういう仕事があったらしいです。ただですね、ちょっと面白そうだと思って、石田展開ですねついてって、一緒に、あのー、なんか見たりし、見たりやったりもしたのかな、えー、見たんですけども、えーまあ、当然ですね、結構その入院患者で、なんかその病院は割と。 重い人が多かかったんですかね、えー、監修はといえば、色青ざめた病人ばかりみたいなですねで、基本的にはもうほとんど反響がなかった、のかねあの拍手とか、おーみたいなのもなくて、みんなこう見てんだか見てないんだかわからない、うつろな目でですねマジックを見続けるっていう、ですねなんかそういう仕事があったそうです。ほんばかって思いますけど、ね でこれだけじゃなくて、ですね病院専門のマジシャンはいわゆる、えー、テーブルホップっていうか、ね、あのパーティー会場とかで、えー、いわゆるテーブルマジックを見せる場合に、まあ、ステージでねあのみんなに見せる場合いいんですけどテーブルマジックってちっちゃいので、えー、そんなに見せられないじゃないですか、たくさんの人には。でそういうと、まあ、そに結婚式会場とかと分かりやすいですけど、まあ、こう円卓がいっぱいいくつかありますね。この円卓を えー、回って、このテーブルで見せて、次このテーブルを見せて、ね、このテーブルで見せてっていう感じで見せるやり方を、まあ、テーブルホップとかテーブルホップマジックっていったりするんですけど、えー、これのですね病室版があったらしいですね。なので、病室回って、まずこの病室でマジックを入れて、で、見せ終わったら、次の病室に行ってマジックを見せるっていうです、ねえー、病院内テーブル、テーブル違う、ルームホッピングというですね、えー、仕事があったそうです。 これは今もあるんですかねなかなか変わった仕事が <laughs> たくさんあったんだなぁというで、まだまだマジックは、えー、いろんな場所で見せられるんだなぁというですね <laughs> 感じのでございますねあの。アメリカは確かにあの日本だとあんまりわからないですけども、アメリカ独特のマジックの仕事っていうのは結構あるのかなというふうに思います。よくあの有名なやつが えー、バースデーマジシャンってやつであの子供が誕生日を迎えるときに、えー、その子供、えー、と家にマジシャンが行ってその家でマジックを見せるっていうですね、えー、それをまあ専門にしているマジシャンっていうのもいるみたいですねなかなか日本だとね、えー、芸人を家に呼ぶっていうとなんかもうむしろかなりハードルが高いなんかセレブな遊びみたいな感じがするんですけれどもあのー、割と あのアメリカだとあるみたいですね、まあ、家のサイズ的な問題なのか、慣習的な問題なのかわからないですけど、まあ、そういったものもあったりするんで、実はあの、えー、今はないとかです、ね、日本にはないマジックの仕事っていうのも、えーまあ、昔の海外とか見るとです、ね、いろいろあるんだなっていうのが、この辺の面白いところだなというふうに思います。まあ、なので、この石田天海さんというです、ね、まあ、希代の日本人マジちゃんが、えー、アメリカで30年間いて、この当時のことをいろいろこうやって残しているっていうのは貴重だなと思って。 おります、はい、まずはね、えー、これぐらいの話題から <laughs> 入っていこうかなと思います。今日ね、ちょっと後々ね、重い話題が多いのでですね、えー、一発目はこれぐらいにしようかなと思います。さあ、ということでですね、2、えー、つ目の話をですねしていこうかなと思います。 で、えー、次に紹介するのは、まああの、成功は約束するというですね、<laughs> タイトルの,、まあ、あの翻訳の文章ですね。これと、ハリー・ケラーという人が書いた、まあ、文章を、えー、高木重雄さんが訳した。 いいものになります、まあ。大体2ページぐらいになってるんですけれども、えーまあ、そんなに長いエッセーではない、まあ、文章ではないんですけれども、えー、紹介していこうと思います。えー、まずですね、ハリ・ケラーっていう人ですね。この人はマジシャンですけど、アメリカのマジシャンですね。えー、生まれが1849年。 になりままして、まあ、1922年まで活躍された方ですなので、この時代ですね、19世紀、20世紀ぐらい、初頭ぐらいのマジシャンになります。でマジックの世界でいうと、非常に有名なマジシャンで、まあ、大記述史と書いてますけど、まあ、これ、大記述史と書いてあったので、そう書いてるんですまあ非常に有名な、で成功したマジシャンです。 で、まあ、有名なところで言うと、まあ,あ、サーストンというですね、有名なマジシャンがいますけども、まあ、それの師匠筋に当たる人なんですかね。 ハリー・ケラーの後継者がサーソンだと言われている人です。もともとはペンシルバニア州で生まれた人なんですけど、これも有名なマジシャンの兄弟で、ダベンポート兄弟というのが、ね、当時いて、まあ、そのアシスタントをしたところからキャリアをスタートしている人なのかな。でその後、独立して、自らもバリバリ手品やって、まあ、特に大きなマジックです、ね、を得意としていたという方になります、えー。創刊号の時に少し話したんですけども、 まあ人体浮遊ですね、まあ、女性が浮くよというですねマジックをまあ大きく開案したことで有名になっているマジシャンの方ですね。で、その方がですね、えー、これはですね、1912年ですね、1912年に書いた文章が今回紹介するものになります。で、これまあ、今、成功は約束するっていう <laughs> 風に、え。ー まあ高いシふとは訳されてるんですけども、まあ、原文、えー、現代はですね、3secrets、えー、of Success for Every Magician というです、ね、タイトルになっています。なんで、す、え、べ、ー、てのマジシャンのための、まあ、成功の3つの秘訣とか秘密みたいな意味合いですね。なんで、えー、このハリケラーと人が、まあ、引退をした後に、えー、引退して数年経ってから、まあ、若いマジシャンですかね、まあ、多くのマジシャン、す、ま、べ、あ、てのマジシャンなんですけど、すべてのマジシャンに向けて、えー、私は こうやって成功したっていうですね、えー、話を書いてるものになります。なので、えー、これを守ると、えー、ハリー・ケラーぐらい成功できるということですね、になっております。で、まあ、そういう意味ではですね、えーとまあ、このハリー・ケラーの後継者のハワ、えー、サーストンという人はですね、まあ、いわゆる初心者向けの、えー、マジックの原則、三原則をですね、提唱した人でありまして、 でこのハリー・ケーラーという人は、えー、なんであらゆるマネージャーに対しての成功の、えー、三原則みたいなのを出しているからですので、ちょっとこれをですね、えー、紹介していきたいと思います。で非常にですね、示、ま、唆、あ、に富んだ面白い、えー、文章になってます。で特にいいいのがですね、あのいわゆるちょっとうます。 たにときに言ってることではなくて、まあ、いろんなことを経験したあと、引退した後に言ってることなので、まあ、よりこう説得力が、長い目で見た説得力があるんじゃないかなというふうに思っています。さて、えー、ということで、アライる会社に対して成功するための、まあ、3つの秘訣があるぞということで、その3つをです、ねまあ、もう書いてあるんですけど、まあ、ここにあの書いてあるこの3つなんですけども、えー、こちらをです、ね、ちょっと紹介していこうと思います。 はいえー、まずちょっと1個目ですね、読みたいと思います、えー。新しい技法、新規な技術を常に練習せよ。また、古い技術を組み合わせて新しいものとせよ。あなたは観客を幻惑させるような新しいものを常に持っていなければならない。というのがこれ、1つ目の話ですね。なので、えーと、新しいことをやれと、新しいことをやれ、まああのまあ、古いのやってもいいんだけど、新しく見せるようにやれと言ってることですね。 で、これがなぜかということをですね、ちょっと補足的にお話をしていこうと思いますで。ここでですね、技術とは何なのか、マジックですね、技術とは何なのかってところで、少し他のところで書いている文章がありますので、引用していきたいと思います。技術は人間の知識の進歩と歩調を合わせて研究しなければならないものであるというふうに言っています。で 昔の魔術師たちが行った奇跡は少なくとも現代では小さな子供すら騙すことはできないって言ってるんですね。なので、えー、マジックっていうのは、えーまあくまで情報の非対称性というものがあって、マジシャンは知ってるけど、観客は知らないっていうものを使ってるわけですね。でただ、今のマジシャンが知っていて、今の観客が知らないものっていうのは、 これが5年後、10年後もその関係性であるかわからないとことですね。マジシャンが知っている得意な、えー、アイディアみたいなものが、実は5年後、10年後だったら、もうそれは誰でも知ってるものになってるかもしれないということです。あの、ちょっと面白い話で、これはあの別の書籍とかで読んだ話なんですけど、例えば、えー、なんか燃える。 と燃える石とかですね燃えあの、燃える水みたいなものは、これ、あの石油とか石炭とかを知らない人から見たら、魔法に見えるっていう話があって、で、実際、あの古い家の家宝みたいな風にされていたものものを見てみたら、石炭が入ってたみたいなことって、なんか事実としてあったりしたらしいです。なので、石炭のことを知らない時代、知らないまあエリアです。 エリアで唯一石炭のことを知っている人は、それをある種、魔法的に見せることができたっていう,ようなことだと思うんですけど、それがて時代が進んでしまったら見せられなくなるっいうことですね。で、ちょっともう一つ書いています、えー、観客のうちにあなたと同じように鋭い観察眼を持っている人々が必ずいるのを忘れてはならない、無邪気な観客のごとく見える人々があなたと同じぐらい賢明であるかもしれない。 これはですねあの非常にいい言葉だなと思います。あのよくマジックの世界で観客の知性ですねを、えーとまあ、侮ってはいけないみたいなことっていうのをよく言います。まあ、もちろん、その、えー、マジック、観客はマジックのことは知らないんだけれども、えー、鋭い観察眼を持っている人だったら、マジックをです、ね、どうやってやってるかっていうのは推測がついてしまうほどある。なので、種を知らないから、まあ、正解にたどり着かないだろうってことはない。えー でそれがどれくらい鋭いかっていうのが、まあ、ここがハリー・ケラーのうまいところだなと思うんですけども、あなたと同じように鋭い観察眼を持っている人々が必ずいるのを忘れてはならないってことですね。だから、あなたと同じぐらい、えー、賢い人っていうのは観客にいるから、あなたがこれはもしかしたら微妙かもしれないなと思っていることは基本的には通じないと思った方がいいということです。なぜならあなたと、えー、あなたはもちろん賢いんだけども、同じぐらい賢い人が観客に常にいるはずだからです。 でまあ、この2つですね、えー、つまり、えー、基本的には人間の進歩の、えー、歩調と合わせて、えー、マジックは研究していかなければならないあの、えー、今不思議なもの、今マジックとして成立するものは将来ならないかもしれない、なので古いことをずっとやっていると、どん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 時代遅れの場所になってしまう、なので新しい技法、新規の技術を、えー、常に練習しなければならない。えー、かつ、えー まあ、それじゃなかったとしても、まあ、少なくとも新しく見せるようにしなければならないということが、えー、ハリー・ケラーが言っている、まあ、秘訣の一つ目になります。まあ、これはまあ、そうだなというふうに思いますね。あの、やっぱりまあ、ね、マジックでついつい、あの、 ななんとなく通じてるような気がするし、まあ、それ通じてないよってフィードバックがなかなか、えー、ないので、えー、延々同じことを繰り返している人たちっていうのがいたりするんですけども、やっぱりそれじゃだめだよ、あのそれとも成功するためにはだめだよということをハリケラは言っています。はい、では、このまま2つ目の話をしますね。えー、2つ目、こちらですね、えー。あなたの記述を幻想的なものとするため、魔法の国にいるような雰囲気を作ること、そして観客が 技術に対して神秘な感を抱くように、あなたが魔力や超自然的な力を持っているように見せることと書いてありますで。これはですね、ちょっと補足的に説明するために、えー、別の項で、えー、マジックの目的ですね、マジックの目的とは何か、まあ、マジックの定義に近いようなものをです、ね、ハリー・ケラーは言っていますので、そこも少し紹介しようと思います。えー、目の前に何かが起こり、 突然非現実的な夢の世界に引き入れられると現実には起こりえないことが意識や事実の強い光を浴びて現実のことのように見えてくるこれを見た人々は理性を惑わされ妖術の魔力に心を奪われるこのような幻想を秘密がばれないように生み出し超自然的能力によって物質的な力を征服したような印象を与えることが技術の究極の目的である」と言っています。 えー、これはですね、えー、何か、えー、マジック的な現象が起こったときですね、何かこう物が消えたとかです、ね、物が出たみたいなことが、まあ、起こったときに、えー、本来は、まあ、意識、まあ えー、理性としては、人はそんなことが起こるわけがないということはまあ知ってるわけですね。物は突然消えないし、えー、右手に握ったものが減ってくることはないですし、人が浮いたりはしないということは理性としては分かってるんだけれども、えー、意識や事実の強い光を浴びてって書いてありますが、要はその実際の現象ですね、起こっていることそのもの、それをまあここでは強い光と表現しているんでしょうけども、えー、その現象の光を浴びてしまうと、 本来起こらないと意識では分かっていることがまるで現実のことのように見えてくる。お客さんはそう感じると。で、そう感じ始めると、人々は理性を惑わされて、そしてその不思議な妖術、まあの,の魔力に心を奪われると。そして、えー、このような幻想を、えー、当然、まあ、マジックなので、秘密、種があるわけですけれども、種がばれないように生み出すことが大事である。さらに 超自然的能力によって、えー、その物質的な力何かこう本来ものは消えないよとかですね上から落としたものは下に落ちるよみたいなものを征服してコントロールしたような印象を与えることがマジックの目的であるんだといったようなことを言っていますでちょっと短く言い換えてる箇所があるんですけども、えー、マジックの目的は神秘的なものに憧れを持っている人々の心にその神秘を与えることであると言っていますこれはです、ね、非常に いいなぁと思って、いあのなかなかマジックとの定義って難しいんですけども、ハリー・ケラーのこの定義は非常にこう明確でいいなと思ってます。神秘的なものに憧れを持っている人々の心にその神秘を与えること、それこそがマジックの目的であり、マジックだということですね。うん、なので、えー、ここでは2つのことが大事で、まあ、まず神秘的であることが大事だということですね。つまりただ やり方がわからない、ただ不思議であるっていうだけじゃダメなわけですね、えー。そこには、まあ、神秘性というんですかね、超自然的な力っていうのは何か働いているように見えることが大事である。つまり、なんか、まあ、なんだかよくわからないけど、きっと計算するとそういうふうになるんだろうみたいな、何謎の数理トリックとかですね。<laughs> まあ えー、そのままやっちゃダメだってことですね。それをちょっと神秘的なものに少し置き換えていかないと、まあゲームだったりクイズだったりに見えてしまう、パズルだったり、そういうふうに見えてしまうから、これはやっぱりマジックの目的にはなり得ないってことですね。で、さらに、ただ神秘的であればいいかっていうと、そうではないっていうことだと思うんですよ、これは。例えば、まあ神秘的っていうだけであれば、なんかこう、墓からですね、なんかゾンビがこう、蘇ってくるみたいなのは、まあ一応神秘的では神秘的なんですね。 ただ、えー、これはですね、えー、憧れを持ってないですよ、そんなことに人は。なので、人があく、あくまで憧れを持っている神秘的なものをちゃんと提供すること。えー、これがマジックの目的である。っていうのが、えー、すごくいいなと思ってるところですね。これはなんか、あんまり、えー、ご自身もちょっと反省をしなきゃいけないなというふうに思ってるところですね。ああ、なるほどね。と。まあ、なので、えー、ハリー・ケラーは、今のところで、 記述、えー、家は、えー、舞台の道具立てや衣装、照明、背景、小道具およびすべての付属物に注意をなし神秘的な雰囲気を作り出すように心がけなければならないと言っています。なので、やっぱりそこには日常性というのはあまりあってはいけないということですね。これは何がいけないかというとマジックそのものが、えー、日常性があってはいけないということではなくて、えー、マジックを使ってハリー・ケラーのように成功するためには、えー、いけないということです。 なので、この辺はですね、非常に面白いなというところでございます。で、もう1個ですね、最後、えー、観客をよく研究して常にあなたの支配下に置くように努めることとあります。これが3つ目の秘訣になります。えー、これはですね、 え少し補足的なところを言うと、えー、決して観客の支配下に立ってはならない。要はかん、自分が支配すべきであって、観客を、まあ、支配という言葉がね、なかなか強い言葉なんですけど、えー、観客のし、えー、支配下には立ってはいけないなで。逆の立場になってはいけないと。もし観客が、あえー、観客をあなたが自由にできなければ、観客をちゃんとコントロールできなければ、えー、観客の顔に、 そんなことには騙されはしないぞといった、無別と高慢な優越感を持った表情が現れ、それがあなたの身辺に漂ってくると、だんだんと不安になり、イライラしてきて、ついには大失敗を生かすという羽目になるというふうに補足をしています。ので、えーまあ、結構ねあの、マジックやりたての頃とか、まあ、あとは、まあ、それこそなんか、 水客相手というんですかね、あのお酒飲んでるとか相手にしてるときとか、変に盛り上がりすぎてるグループに対して見せたりする、お客さん同士が仲いいところに入っていって見せたりするときとかに結構ありがちなことなんですけども、えー、マジシャン側よりもお客さん側のほうが立場が強くなってしまったときに、えー、やっぱりそのコントロール性を失ってしまってで、それがある種、マジシャン側のマジックの失敗につながってしまうと。 でそれはやっぱり良くないのでちゃ、きちんとコントロールしましょうねということですね。まあ、なので、えー、もうちょっと今風に言うと,、えー、と、オーディエンスをちゃんとマネジメントしましょうねと、オーディエンスマネジメントをしっかりしようという話になるかなというふうに思います。はい。ですので、えー、このハリー・ケラーがです、ね、言っていることはこの3つになりますね。えー、常に新しいことをやれということです。で、この新しいことっていうのは、 すべ、まあえー、てが新しければ最高だけども、仮に古いのをやるとしても、まあ、新しく見えるようにやれということですね。これが一つ目の話です。二つ目の話としては、えー、幻想的なものをとするために、まあ、神秘性を帯びよということですね、えー。神秘的な雰囲気をいかに作り上げるかということが、えー、マジックにおいては、マジックでハリー・ケラーのように成功するためには非常に大事だという話です。 そして、えー、観客をよく研究して常にあなたの支配下に置く観客をしっかりとまあ、コントロールするというでこの3つこそが、えー、大事であるということを言っています。これはですねあのなかなかあの心に刺さるなという気がしますので、えー、逆にちょっとマジックやって ね、あのそれなりにやってる人の方が心に刺さるんじゃないかなというふうに思いますし、えー、サーストンの三原則があれぐらい有名なんだったらこのハリー・ケラーの三原則もですね今後ちょっと有名になるといいなというふうには思いますがこれはなかなか、えー、サーストンの三原則ほど分かりやすくはないので、えー、マジックをねあのやってる方 <laughs> の心に刻むといいんじゃないかなというふうに思っております。 さて、えー、それではですね、ちょっと次の話として、このじゃあ、神秘性を帯びるということですね。神秘性を帯びて成功した例というのを、まあ、ちょっと完全に別の記事なんですけれども、えー、紹介していきたいと思います。さあ、こちらがですね、えー、次の話題になります。ちょっとページをめくりますね。ちょっとページをめくります。 よいしょ。えー、物品取り寄せ術、えー、稲荷魔術というですね、えー、記事がありますので、こちらを紹介していきたいと思います。えーと、これ、誰が書いたかを、えー、記載するの忘れてますね。えー、井上天友さんという方が、えー、書かれてます。この方は、プロマジシャンの方かな、えー、になります。で、調べたところ、実は、あの、 マジック界のオリンピックと呼われるフィズムという大会があるんですけども、このフィズムにです、ね、日本人として初めて、えー、チャレンジしたのが、多分この井上イ勇さんだと思います一番初めの、えー。一番初めのフィズムコンテスタントかなになりますね。はい、でその方が記事を書かれています。さあえー、物品取り寄せ術というです、ねえーまあ、マジック ありますででこの、えー、紹介をしている記事となっておりますさあえー、物品取り寄せ術というとですねまあもう名前の通りのマジックなんですけども要はまあ物が出てくるというですねまあ普通の言葉で言うとプロダクションマジックと呼ばれているものになりますさて、えー、この物品取り寄せ術プロダクションマジックはですねなんとですねえー、普通のマジックではなくて、えー、心霊現象 <laughs> でした っていうところからですね話を始めていきたいと思います、えー、心霊現象の範囲に入るのがこ,れこの物品取り合わせでございますこれをですね紹介していくためにはですねまあ、心霊現象のですねまあ、スピリチュアルブームの話をですねちょっとしていかなければいけません でスピリチュアルブームの話は、ですね、多分今後も、ですね、技術研究を読む、しゃっていく中で、たくさん出てくるとは思うので、まあ、軽くだけ触れようとは思うんですけれども、えー、19世紀にですね、えー、ものすごいスピリチュアルブームというのがありました。で、これはですね、えー、始まりはですね、1848年と言われています、えー、非常に有名なハイズビル事件というです、ね、ものですね。 が、えーまあ、発端ととなってていいると言われていますでこれは何かというとですね、まああの、知ってる人も多いと思いますので、知ってる人は飛ばしていただければと思うんですけども、簡単に紹介します。えー、アメリカのです、ね、ニューヨーク州の、えーまあ、北の端のです、ねまあ、ある村がありまして、ある村というか、ハイズビルというです、ね、村がありまして、えー、その村にです、ねえー、フォックス一家というです、ねまあ、ファミリーがです、ね、引っ越してきたところから話が始まります。 でこのフォックス一家にはですね、えー、まあ、姉妹、まあ、娘がいて、ですね、まあ、本当と3姉妹なんですけど、お姉さんの方はもう家にいなかったのかな、この当時でまあ次女と三女がですね、いてですね、えー、この次女と三女がですね、まあ、マーガレットとケイトという名前なんですけど、ちょっとね、その当時の年齢が若干資料によって差があるみたいなんですけど、まあ、いわゆるティーンぐらいだと思います。まあ、えー 15歳から15歳ぐらいの間だったんです、2人とも。まあ、それぐらいの年齢層です。で、その2人がですねあの、家で原因不明の不思議な音を聞くというところから始まります。これが、いわゆるですね、えーまあ、ラップ音と言われているものですね。えー、誰も、えー、自分たち以外誰もいないはずなのに、まあ、不思議な音が聞こえる。まあ、いわゆる、こういうなんか木を叩くような音とか。 なんかこう物が落ちるような音とか、人が歩いているような音とか、何、まあ、かそういう、うん、あの不思議な音ですね。こういう音が、えー、聞こえるっていったところから始まります。で、これがですね、この不思議な音っていうのが何だっていうときに、これは霊が出している音だというですね、まあ、そういう話なんですね。で、さらにですね、えー、ただ、 この姉妹は、その例の音が聞こえるっていうだけではなくて、その例とコミュニケーションを取ることができたって話なんですよ。えー、なんで、例えば、その、えーまあ、基本的にはこの音しか聞こえないんですけども、別に喋るわけじゃないんでね、音しか聞こえないんだけども、例えば、何か質問をして、えーまあ、イエスだったら1回音を出して、えー、ノーだったら2回音を出してみたいなことを言うと、ちゃんとそれに、えー、なんか質問すると、とかですね、みたいなことをやるということですね。 であと、例えば、あの年齢はいくつみたいなことをやると、その数だけ音が鳴るみたいな、そういうことで、まあ、例と更新ができる、コミュニケーションができるということで、これが非常にですね、あの話題になりました。もうなんかとんでもないぐらい話題になったらしいです。で、もうものすごい人が押し寄せて、まあ、その実際にコミュニケーションを取るっていうのはを、まあ、再現してみたりしたわけですね、この姉妹は。で、ここからですね、 まあこの姉妹そのものもどん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 有名になっていわゆる高齢術とかですね心霊ーみたいなものが行われますし、まあ、これを発端にして、まあ、この姉妹以外の人たちもえたくさんのですねこういう高齢術とか、えー、こういうまあスピリチュアリズムと言われてますけども、まあ、霊との行進みたいなものっていうのを始めますでそれが1大部分になります。で えーまあ、いくつか段階があるんですけれども、まあ、いわゆるこの始まりがラップ音と言われているもので、まあ、音がするっていうぐらいのものだったんですね。でそこからです、ね、いくつか段階があって、まあ、例えばポルターガイスト現象なんていうものは、単純に音が鳴るも含まれるんですけども、さらにこう物が動くとかね、えー、揺れるとか、なんかそういうものがになってきます。要は、ただ音が聞こえただけの例がですね、 えー、物理的に影響を与えだすわけですね。あの本来は例なんだから、えー、物理的に影響を与えられないはずなんですけど、なぜかこう、えー、物理的に影響を与え出すということが、えー、ありますと。で、さらにそれが、まあ、ある種段階を上がるとですね、えー、実体化し始めるっていう話なんですね。これがあの物質化現象と呼われているもので、例、えー、の一部とかがなんとなくこう、出てきたりするとこうわけです。 まああの簡単な実験だとなんかこう小麦粉みたいな白い粉をこう机の上に置いておいてでそこに霊が来た、まあ、証しとしてなんかこう手形が残っているとかね。なんかそういうところから始まりですね。あとは、えー、有名なもので言うとエクトプラズムっていうのがあるんですけども、えー、エクトプラズムっていうのが何かっていうのはなかなか難しいんですけど、えー、定義によると。 例の姿を物質化、視覚化させたりする際に関与するとされる反物質、またはある種のエネルギー状態のものをエクトプラズムと言います。でこのエクトプラズムっていうのは、まあ、なんか口からなんか魂が出てるみたいな感じの絵,、ね、絵面で見えたりするんですけども、まあ、そういったものがあったりします。つまり例が、まあ、本来見えないものが、まあ、ある種見えるようになったり、まあ、もしくはもう一層質量が出てきたりするっていうのを物質化現象と言います。えー、ちなみにですね。 えー、ターベルコースインマジックというです、ね、マジックの世界の、まあ、百科事典と呼ばれている書籍があるんですけれども、えー、このエクトプラズムを出すという手品が、えー、中に出てたりもします。<laughs> エクトプラズムを出すという手品っていうのなんですけれども、まあ、そういうのがね、<laughs> あったりもします。す、ま、べ、あまあ、あての、えー、こういった心霊現象が、まあ、トリックだったかどうかは、えー、置いとくとして、まあ、ただ、まあ、結構トリックもあったようではございますけれども、 でまあ、ただそのうちの1つとして、そういう物質化現象みたいなものがあって、でまあ、通常の流れだと、例、まあ、が,霊が物,質化あの物質化する、まあ、霊が形を成すというのがまあ普通の流れなんですけれども、まあ、少し転じてです、ねあの、何かこう実際のものが出てくるというのも、この心霊現象の一部として、この当時、考えられていたようです。でいくつか、えー、霊が 書かれています例えばということで1875年のです、ね、ボストンで行われた、えー、MB ・セイヤーという人のです、ね、高齢会ですね、高例、霊と交わるコミュニケーションする会ですね、この高齢会というのがいろいろあったんですけどで、この時行われていたのは、えー、部屋の扉や窓に鍵をかけて、この <laughs> ものが密室にするわけですね。 密室にしてで、その中にその高齢術をやる人がいて、霊媒師がいて、さらにまあ見ている人がいましたと。で、この霊媒師は、えー、服を脱いで、何も持ってないよというのをアピールして、さらにですね、なんかこう、えー、大きな袋状のものに入ります。で首だけ出すみたいなね。だから、えー、前と言ってますけど、サンタクロースの持ってる袋みたいな、大きな袋にもう裸の状態で入って、首だけ出して。 でこの状態で椅子に座りますと。と。部屋には真ん中に1個だけテーブルがドンと置いてある。でその周りには観客がいるという状態ですね。でこの状態で、えー、電気が1回消えます。例、まあ、が、ね、出てくるためには電気を消さなければいけないわけですよね。電気が1回消えます。えー、で、1分ぐらい経って、えー、パサリっていう音がしますと。と。その音で、えー、また明かりをつけると、 テーブルの上には、えー、美しい数々の花が置かれ、えー、そして純白のハが1羽出ていて、えー、眩しそうに羽ばたきをしていたといったの記録が残っています。で、明らかに何も持ってなかった、そして、えー、ただ電気が、えーまあ電気、その当時電気だったのか、あれですけど、まあえー、光が、明かりがです、ね、消えてついて。 っていう状態で全部ね。鍵とかあるんですよ。その下でいきなりテーブルの上にバーッてできるで、その時にはえー、ふ袋にね。入ってて何も手足が動かせないような状態で、そういうことが起こるんだから、これはもう完全に霊がそれを持ってきたんだということですね。になります。もう一つありますえー、1903年のですね。チャールズえー、ベーレーという人のえー、高齢会ですね。 でこの人の高齢会も、なので今のです、ね、聖夜の高齢会と同じような感じで、えーまあ、密室で,です、ねえー、またその手足を、ねまあ、袋に入れたのか縛ったりして、ま、全くもう動かせないような状態で、えー、になって、また光が消えて、で、ぽっと明かりがついたときには、えー、生きた小鳥が2羽、鳥の巣、草花など、なんと21点が取り寄せられていたと。 というですねまあ、記録が残っていますと。なんで、物量がすごいわけですね。なんで、仮に多少どっかに物を隠せたとしても、こんなには隠せないだろうと。で、この陣知を超えたことが起こせるのはなぜか。これは例の仕業だと。そういうことですね。になっているわけですと。<laughs> なんかこれ、何の、何の <laughs> 動画だみたいな気持ちになってるけど、あくまで手品の、期日の動画でございます。 はい、というのが、えーまあ、心霊現象としてのこの物品取り寄せ術の、まあ、歴史になりますで。こういったことは、ですねこの物品取り寄せ術は、まあ、日本でもですねあ,の、まあ、ある種、輸入されて演じられていました、まあ、その中で有名な人っていうのが、えー、アジアマンジさんっていうですね、えーまあ、マジシャンのですね。で、まあ、この頃にはもう、高齢術というよりか、どっちかというとマジックだったんじゃないかなとは思いますが、えー、行われていたようです。 で、今回のですね、えー、この稲荷魔術、かっこ稲荷魔術って書いてあるんですけども、えー、その後ですね、えー、これは大正9年、1920年の話なんですけども、新藤斎以光さんという方が、ですね、えーまあ、欧米では、要は霊ですね、えー、の、まあ、スピリットの仕業だと言っていたものを、これはあのーえー、稲荷ですね、まあ、要は、えーまあ、狐の仕業だと。 いうことでやりだしてまあ、非常に人気を博したというのが、この稲荷魔術というものになります。で、この震度えー、最高さんのはえまあ、高齢術ではなくてまあ、これもですね。言うなればあくまでもちゃんと見せ物としてですね、えー、やられていたんでまあ、舞台で行われていたものになります。 で、なので、この時は、まあ、部屋に鍵をかけてとかですね。えー、部屋を真っ暗にしてみたいな感じじゃなくて、あくまで舞台上で行う、まあ、大魔術みたいな感じで行われていました。ですね。なので、ずっとやり方が変わってます。なので、ええー、稲荷魔術、まあ、もしくは、えー、この、あの、アジアマジさんがや。 ていた物品取り寄せ術も似たような感じなのかなと思うんですけれども、まあ、舞台上にまあテーブルが1個ありますと。で、このテーブル上にまあ大きなですね、まあ、箱が置いてあると。まあ、大きなっつっても、こういうね、なんかちょっとちょっと大きなカバンぐらいの、えー、大きな箱が置いてありますということですかね。まあ、もうちょっと大きかったかもしれないですけども、まあ、置いてありますと。で、ですねあの工場を述べるわけですね。 さて、これよりご覧入れます稲荷魔術は、えー、面白いおかしいというのではなく稲荷様お召使いの狐を使用いたし世に言う辺不可思議なところをごご覧に入れるのでございます。お稲荷様のご意向により、えー、一,一部とた,たぬ間、一分とたたぬ間に何十里何百里と隔たりましたところよりいかような品でありましょうとも携えて立ち返らせてお目にかけるのでございます。 日本国中各地各所の名産はもちろん、鳥、魚、草花、いかようなものにしても差し支えございません。お,ぞお望みの品々、これなる殻びつの中より取り出してご覧に入れます。といったような工場から始まりました。まあ、つまり、この空の箱がありますと、大きな空の箱がありますと。で、ここ,に、えー、こ,こから、まあ、どんなに離れたところからのものでも、なんと取り寄せてこの箱から出してやるぞと。 でそれはただにこっちがどん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 ただに出していくもんじゃなくてこのお客さんにいろいろこう、えー、リクエストをもらってでそのリクエストを、えー、のものを出すぞというそういう手品なんです、ねで。しかもそれはあの自らのこの、えー、神道再以降さんの、まあ、スーパーナチュラルパワーでやるわけではなくて、えー、お稲荷様の力によって行うのだとそういうふうにやったわけです。で 実際にですね、なので、例えばここからまあ、ね、例えば、はい、りんごが出てきましたとかですね、はい、なんか、お米が出てきましたとかですね、まあ、そんなようなんだったら、まあまあ、なんで出てきたかわかんないけど、なんかうまいこと隠してで出してんだろうって話になるんですけども、これ出してたのはですね、これ書いてありますけれども、なかなかあの尖ったものを出してます。でリクエストがあった、あるお寺の航路とかですね。 えー、この自動蔵像の線光立てとかあとはまあ,あの有名店の掛け看板とかのれんとかですね、えー、もう本当にピンポイントで、えー、言われたものを出してるみたいな世界ですね、えー、という,ふうですね、まあ、とんでもない、えー、魔術をやっていたということになります、まあ、実際ちょっと、えー、これはあのどやり方も、えー、書いてあるんですけども 実際ちょっとあの本当にその通りはできないんですけれども、まあ、かなり近しいことっていうのを、えー、できるようなまあ、マジック、魔術になっています。で、やっぱりこれの、えー、成功といいますか、単純にそのものを出しますよっていうプロダクションマジックは、まあ、昔からいくらでもあるわけです。これは、まあ、日本にもあるし、えー、欧米にはありますと。で でそれらより、この物品取り寄せ術ですね、だったり、この稲荷魔術っていうのが、これ非常に話題になったらしいんですけど、話題になった理由っていうのは、やっぱりさっき言ってた、え一、ー、個前の話で言ってたハリー・ケラーの、まあ神秘性を帯びるっていうところが大きく影響しているのかなというふうに思います。つまりこれが心霊現象であるですとか、まあ、えー、お稲荷さんの力であるみたいなことっていうのが、まあ今聞くとね、なんか、あのー、 ちょっとちゃんちゃらおかしいみたいな感じに聞こえるんですけども、まあ、その当時の流れとしては非常にその説得力のある理由だったり説得力のある神秘性だったと思うんですねなので、えー、今、えー、お稲荷さんの力を使って、えー、何百里も離れたところのものを取り寄せますよって言っても、まあ、なかなか通じるものではないと思いますけどもなので、えー、今の時代に適した神秘性を帯びさせたりすれば実はマジックっていうのは えー、単純に物を出す、単純に物を消すというよりも、えー、ひどく話題になりやすいということですね。まあ、ここはすごく気をつけなきゃいけないところでもあって、えー、人はこういうふうに、ある程度の説得力を持った神秘的なマジックの演出を、割と信じてしまう節があるので、えー、ちょっと気をつけて使ったほうがいいとは思いますが、まあ、 ハリー・ケラーはそれを、まあ、成功するためにはそうすべきだと言っていますし、まあえー、当時のまあ高齢術師たちも、まあ、この進藤彩コウさんもそれによって大成功を遂げているということですね、まあ、何かこう参考になる部分があるんじゃないかなと思いますさて 次がですね、なかなか <laughs> どう喋ろうかなと思っているところなんですけれども、えー、今までこの第4号までを読んできて、まあ、ある意味一番びっくりした記事なんですけれども、えー、それをちょっと紹介しようと思います。急にちょっと社会派っぽい内容になっていきますので、えーあのーね、今、スライドを映しているところだけ読むとですね、 何の話なんだという話なんですけれども、えー「帝銀事件と記述というですね、えー、タイトルの、まあ、文章が、えー、柳澤義典さんによって書かれています。でまあ、柳澤義典さんというのは、先ほども言った通りですね、まあ、非常にあのこの技術研究にとっては、えーまあ、重要な人物ですし、この技術研究のまあ編集をしている人なんですね。でまあ、実際、そのマジックのまあ記事もたくさん書かれていて、 でこの技術研究にまあ寄稿されているというか、まあもうほぼ、えー、キスこの技術研究の中の人みたいな感じだと思うんですけど、えー、というまあ非常に重要な人物です、柳澤義則さんは。で、えー、その方が書かれた、なかなか衝撃的な、えー、文章になります。さて、帝、え、銀、ー、事件というですね、えー、これはもうあのマジック、全く関係なく、帝銀事件という事件が、えー、昭和23年にありました。 これはです、ねまあ、書いてある通りなんですけれども、えー、1948年の1月26日に起こった事件でして、えー、東京都豊島区の、えー、帝国銀行ですね、えー、これはあの後の三井銀行なんですかね、えー、帝国銀行の、えー、椎名町支店にです、ねえー、現れた男が、えー、行員ら、銀行員らを騙して12名を毒殺し、えー、現金と小切手を奪って、 だというまあ、銀行強盗殺人事件ですこれ実際にあった事件ですね非常にまあ有名な事件でもありますでこの事件のまあ犯人として画家の平沢定道という人物が逮捕されてまあ、死刑判決を受けましたでただこの平沢定、えー、道はまあ獄中で無実を主張して でまあ、そのままずっと刑の執行がなされないまま、1987年に95歳で、まあ、その獄中死ですね、えー、刑務所の中で、他、え、界、ーまあ、あしたと、他界されたという、そういう事件になっています。で、これはですね、まあ、1948年、昭和23年ということで、まあ、太平洋戦争の後の混乱期で、GHQ の, GH の占領下の中で起きた、 えー、事件ということもあったのかなったのか、い、え、ま、ー、だに多くの謎が解明されていないという事件になります。はいで,うん、で、これと記述は何なんだっていう話なんですけども、でこの帝銀、ねえー、事件のがあって、この平沢貞通が、えー、逮捕されるよりも前の段階ですね。で、えー、この柳沢義胤さん。 この技術研究の編集をやっている柳沢義孝さんが、えー、容疑者の第1号として捉えられたという話です。えっていう話ですよね。えー、これ、えー、と事件が起こったのが1948年の1月26日で、えー、1948年の8月21日にこの平沢さんが逮捕されてるんですね。なんでこの8ヶ月間の間に逮捕されてるんでその8ヶ月の中で、えー、柳沢さんが 疑われたっていう話、疑われて取り調べを受けたって話なんですよ。ほんまかいなって言うんですけど、ほんまかいなって思うんですけど、まあ、本人がめっちゃ書いてるんで、ほんまなんだと思うんですけれども、で、なぜ、えー、そんなことに至ったのかということなんですよね。で、この低金事件っていうのがですね、まあ、 結構、最初、捜査が難航したらしくて、さらにです、ね、かなり入り組んだ事件です。これ、知ってる人は知ってるのかもしれないですけど、かなり入り組んだ事件で、えー、その当時、警視庁でまあ言われていたことは、えー、こんな事件を起こせるのは、きっとまあ捕まらないぐらいのことだから、まあ、まず変装がすごいできるやつだろうと、変装が得意なはずだと、でかつ、えー、その手口からして、いわゆる技術、マジックみたいなものができないと。 この事件は成立しないんじゃないかっていうふうに言われてたと、でその疑いで柳沢義経さんが、えーですね、変装とです、ね、あのマジックが、ね、できちゃったんですね、できて結構有名な人だったんで、えー、疑われたっていう話です。さて、えー、ちょっと事件のあらわしを喋っていきましょうか。えー、非常にですね、あのー、すごい事件なので、えー なかなか伝えるのが難しいんですけど、えー、1948年1月26日の月曜日ですの,です、ね、の午後3時過ぎに、えー、午後3時過ぎなんで、まあえー、銀行はまあ閉店したわけですね。でこの閉店直後の、えー、帝国銀行の支店に、えー、東京都貿易班というの白腕章を着用した中年男性が、えー、東京都の、えー、とあ厚生省の議官の名刺を差し出して、 えー、この近くの家で、えー、集団赤痢が発生したと、でその赤痢が発生したので、まあ、GHQ がその銀行内を消毒する前に予防薬を飲んでもらいたいということで、その男が来たわけですね。しかもその感染者の一人がこの銀行に、まあ、来ているということで、なんでこの銀行内を消毒しなきゃいけないということで、えー、ある男が来てますこの厚生省のましたでこの、えー まあ男が要は犯人なわけなんですけどもで、えーまあその、予防薬を飲んでくれと言って、実際には、えーまあ、毒物です、ね、を飲ませています。でこの手口がです,、ね、すごくてですね、えーまあ、16人に実際には飲ませているんですけど、この全員に飲ませるために、遅、ま、効、あ、性、まあ後から効いてくる薬品を使用して、しかも、まあ 実際ね、なんかいきなり来た、その一人の男は出すものを、じゃあなんでみんな飲んだんだみたいな話なんですけど、えー、彼はですね、まあ手本として自分が最初にそれを飲んだらしいですね。で、その後にまあみんな飲んでくれって言って飲ましたってい、まあ、すごく大ざっぱに言うとこういう話なんです。で、なので、まあ、明らかに、後から見たら明らかに毒なんですよ。で、その毒を、えー、自分でまず飲んで、で、それによって、みんな、あ この人は飲んでんでだったら、まあ、そううなんんだだろうと思って、まあ、飲んだわけですね。でそしたら、まあ、16人が飲んで、実際には最後、12名が、あのーまあ、死亡することになってしまったんですけども、まあ、だからそこの、えー、毒を自分で飲んだと見せかけて、まあ、当然、実際には飲んじゃったら死んじゃうので、飲まなかった、ここの部分が、まあ、すごくマジック的な手法なわけですね、えー。マジック的な手法を何か使ったんだろうという、ですね、まあ、そういう疑いで <laughs> 柳沢義則さんが疑われたと。 えー、そういうい話になってますで、まあ、実際、柳澤さんはですねこの後、えー、目白署ですね <laughs>、えー、池袋の目白署の警察署に、えー、行って、取り調べを受けていく中で、まあ、大立ち回りをして、ですね、えー、いかに、えーまあ、マジックと変装を、まあ、したと。えーままあ マジ,ジックと演奏を、まあまあ、使ってないか、この事件では使ってないかみたいな話をとうとうとその警察の人にしてですね、まあ、結局疑いは晴れるわけなんですけれども、えー、なかなかすごい話ですね、これ。で、何が恐ろしいかってですね、あのこの帝禁事件そのものがですね、すごくあの、まあ、難しい事件でして、 えー、一部では、この提言事件があって、この、まあ、平沢さんという人が、えーまあ、捕まったんですけれども、この、えー、平沢さんというのが、まあ、冤罪じゃないかっていうことも、えー、一部では言われています。 で実はこの、えー、冤罪なんじゃないかということで松本清張が、えー、小説提言事件というです、ねまあ、小説を書いているぐらいです、まあ、松本清張はまあ冤罪派だったわけですね。 で特にこの事件っていうのは、まあ、最終的には平沢さんの自身の自白が元になって、まあ、有罪判決になったんだと思うんですけども、まあ、この自白をです、ねまあ、ある種強要したんではないかとかです、ねまあ、あとはその平沢さん自身がちょっと,、えー、と精神疾患みたいなものがあったのかなったりするので、まあ、犯人の自白というものをどれほど信用すべきかというです、ねまあ、そういった議論に後々なっていくぐらいの大きな事件であります。 えー、まあなので、ですね実際とこに柳沢さんがですね捕まって、まあ、柳沢さんはねきっとすごい便が立った、そうだったからまあよかったんですけれども、まあ、なんかのね手違いで、えー、柳沢さんがそのまま自白に追い込まれてしまったら、まあ、仮に柳沢さんあ仮,、まあ、仮にもないも柳沢さんは、まあ、無罪、まあ、というか、全く関係ない人なんですけど、が、えー、もしかしたらこの冤罪に、まあ えー、柳澤さんが冤罪に巻き込まれてしまった可能性がなくはないっていうのはなかなか恐ろしいことですし、えー、そのことをこの「記述研究」という雑誌に書いてることがですねなななかなかすげえ話だなと思いました、あのー、実際平沢さんの方が冤罪だったかどうかっていうのもまだまだ、えー、よく分かっていないというのが、えー、現状かと思いますね。 はいまあ、このあたりはね、やっぱこういう話が多いんですよ。ちょっと話前後しちゃいますけど、えー、先ほどのですね、えー、とそのラップ音が出たって言っている、えーね、ラップ音によってまあスピリチュアルブームの発端となった、えーフォックスの、フォックス姉妹ですね。フォックス姉妹もです、ねえー、実は その後どうなったかっていうのがよく正直よく分からないっていうところです。というのもそのホックス姉妹はまあその例と更新ができるよっていう話で、えー、話題になったんですけども、えー、実はその後かなり後になってから1回、えー、あれは実は嘘でしたっていう告白をしてるんですね。でしてるんですけどその1年後に その嘘でしたっていうのが嘘でしたっていうか、それを撤回するみたいなことをやっていて、えー、実際、そのフォックス姉妹が、えー、まあトリックを使っていたのか、そうじゃなかったのかっていうのも、えー、よくわからないみたいな、なんか,なんかそういう話がです、ね、でねやっぱこ,ういうこの時代とか、まあ昔の話ってのはやっぱりそういうの多いですね、この時代って言いましたけど、フォックス姉妹とこのね、定期時間は100年ぐらい差があるんですけども。 まあなので、なかなかね、すごい話が多いなと思いますね。うん、ので、えー、ちょっとあの話題としてはとんでもない話題だなというので、紹介をしましたけれども、まあなので、すごいなと思います。なので、この当時、柳沢さんはマジックをやっていて、変装をやっているだけで殺人事件の、えー、容疑者にされたというですね、もう今だったら大問題になるようなことが、えー、書かれたりします。こういうのはすごいですね。 はい、さて、き、えー、今日はいいペースだな、いいペースでいけそうな気がします。さて、えー、では、最後の話ですね、えー、最後の話として、えーまあ、ちょっとこれもです、ね、毎度おなじみになってきました、記述弁強を語るということで、まあ、非常に古い記述古書ですね、山本慶治さんという方が、えー、紹介している記事になりますので。 ちょっと簡単に紹介をしていこうかなと思っております。で、今回紹介するのはですね、えーまあ、書籍としてし、えー、すると、えー、この陳述懺悔袋と俗懺悔袋というですね、ものになるんですけども、たがや漢中船というですね、えー、人がいます。人がいますというかですね、 人がいました享保、えー、の頃ですね、なんで1830年代ぐらいですかね、20年代、30年代ぐらいなんですけれども、まあその頃に、えー、活動していたまあ京都のまあ漢方医さんですね、ま漢、あ、方のを出す、まあ、お医者さんだったということですね、えーまあ、コウズカみたいなことを言われていますけれども、えーまあ、山茂さんからすると、もう希代の、えー、コウズカと、まあ好きものですね。まあ <laughs> たがやかんちゅうせんという方でありまして、まあ、この記述文献をいろいろ書いてまして、で非常にその興味が広くてですね、たがやかんちゅうせんという人は、えーまあ、数学の本とか、でまあ、これは記述の本に入れてもいいかなと思うんですけど、からくりの研究とかね、そういったことまでいろいろやっていたというです、ねえー、なかなか面白な人であります。 でこの人が書いた記述古書で、まあ、一番古いやつなんですかね、が、陳述、えー、懺悔袋ということですかね、になります。で、これがですね、享、え、保、ー、18年、1733年にまあ一応出てますということですね。ただ、えーまあ出てるです、出てるのは分かってるんですけども、実際作られたのはもうちょっと前なんじゃないかというふうなことが言われてたりしますと。 でまあ、日本最古の記述、えーまあ、書は、えー、新鮮芸術というやつなんですけども、えーまあ、それに続く、それに次ぐぐらい古い本だよねということで、ここで紹介をされています。でかなりですね、えー、たくさんのマジックが、まあ、そんなにページ数ないんですけど、紹介されているので、えーまあ、一個一個は割とさらっと書かれて、 います。といったようなことが、えー、まあ、山本圭一さんのえ所、ー、感として言われています。で、まあそれの続編ですね。まあ、続編ということで、これはちょっとどいつできたのかわからないらしいんですが、えー、俗懺悔袋という本が出されています。で、この本がまあ特筆すべきところなのはですね。まあ、ちょっとそのまあ、元の最初のね。陳述の方から比べるとちょっと解説が丁寧になりました。っていうのがですね。 言われてたりしますとであの一番、まあ、マジックの歴史資料的にすごく価値があるなというのがいわゆる誇張の舞ですね。えーまあ、今でも演じる方あの和妻の方であれば演じる方がいるんですけれども、まあ、いわゆるこう紙で作った蝶々ですね紙でこ,うこしらえた蝶々が こう扇を仰ぐだけで、まるでこう自由に飛んでるかのように、ひらひらひら落ちないでね、ヒラヒラヒラ飛ぶというです、ねまああのまあ、わずまマジックって日本の、ね、古典技術があるんですけども、まあ、これの、まあ、今も使われている原理が、えー、正確に解説された最初の本がこの俗懺芸袋と言われています。まあ、そこの部分で非常に価値がある本だとと,ところになりますねでちょっと古のの前の話をですね。 えー、軽くしようとなの <laughs> あの、そんなに、ね、めちゃめちゃ胡蝶の前について語るような人じゃないようです、ね、軽くしようと思うんですけれども、えー、実は胡蝶、ね、の前、まあ、この紙で作った、えー、蝶々が飛びますよっていう、えー、技術自体はです、ね、その一番古い、日本で一番古い技術、えー、古書と言われている新鮮技術の方にも、 記載ははさされれてててまます。す。現象としてはされてますただし、えー、ちょっと内容が全然違うですね。これがちょっとあまりにも面白かったので、ですね <laughs>。ちょっと書いております。えー、新鮮芸術に書かれているのが、紙、まあの胡蝶が飛ぶよということで、えー、四胡蝶飛というですね、名前で書かれています。で 今、この引用しているここの部分っていうのが、えー、種明かし部分なんですけど、なんで、あれですね、技術研究第4号にして、初めて、えー、マジックの種に触れる <laughs> 話を今からししますけれども <laughs>、種に触れる部分と言ってもですね、これは種に触れるところの騒ぎではないんですけれども、えー、これがですね、まあ、んっていう話なんですね。 まああのちょっとなかなか読みづらいんですけれども、溶、え、軌、ー、石というですね、えーまあ、石があります。えー、この昇進の溶気石よって書いてあるんですけども、溶、え、軌、ーまあ、石という石がありまして、これはあの、えーとまあ、別の言い方すると緑仙石っていう言い方をするらしいんですけども、 鉱、まあ、物でです。まあ、石です。石、まあ、ちょっとね割と綺麗な石であの、まあ、みあのちょっとこれ成分によるみたいなんですけど成分によってまあ白っぽくなったりとか透明度があったりとかあと緑っぽくなったりとかする石で今でもあの、まあ、いわゆるペンダントみたいなものとか 数珠みたいなものとか、まあそういった、まあというね、そういうのでインテリアみたいなものとか、まあ水晶みたいなのりに近いんですけども、まあそういったものがありますと、えー、そ緑仙石、えー、陽気石っていうものがありますと、で、これをですね、使うんだと。これが種だっていうですね、種明かしが載ってるんですね、新鮮芸術に。で、この石を、なんでこの鉱物を、えー、まあ粉にしてですね、まあ、削ったりしてなんかして、こう、潰して粉にして、 で水に溶いてで、この半紙がありますね、紙の,あのお朱印とか、半紙がありますとで、この粉にして水に溶いたものを半紙にこう塗りかけ、えー、塗って、ですね陰干ししとけとなので、乾かすわけですと、ね <laughs> はいで。で、この半紙を使って、蝶々の、えー、形に紙を切ると、その蝶々は飛ぶんだ。 書いてあるんですよであの新鮮技術というのはですね一応これあの種明かし本ですから、えー、ちゃんとあああの,あのあこうやってやるんだなっていう手品もたくさん載ってるんですでまあ、こういう手品があってこういう種ですよっていうふうに載ってるんですけども、えー、それと同じノリで今のですねこの石を粉にして水に溶いて、えー、半紙に塗りたくって、えー、それを長所の形に切ると飛ぶんだっていうですね、えー言う 種明かしが載っていますででこれはですね、まあ、どう考えても種明かじゃないわけですよ。あの、どう考えてもこんな風にしても蝶々は飛ばないはずんですね。なので、なぜこんなことにな、こんなことが書かれてるのかは、なんか謎なんですけども、まあ、こういうのが載っていますと。でただ、さすがにこれを、えー、校長胡蝶の前の、 原点だというか最初の紹介したものだというわけには、まあ、いかない、まあ、こうも今行われている古町、えー、の舞というのはこういう種ではないのですね、<laughs> こうじゃないので、さすがにこうじゃないだろうということなんですけども、ちなみにこれを読んだですね、あと淡坂つまおさんというですね、まあ,あの、まあ 理小説家であり、技術研究家の方がるんですけども、えー、この人はこれを読んで、な、え、ん、ー、だか陰陽師の法術のような塩梅であるというふうに言わていますねで。まさにその通りですね、もうまるで式紙みたいな世界の話ですね。<laughs> えー、これを種明かしではないと思うんですけど、ちなみにですね、寄、え、用、ー、石という,です、ね、ういうふうに調べると、ウィキペディア <laughs> が、えー、あるんですけども、あれ、ごめん陽気石奇跡ですね。陽奇跡っていうと、ウィキペディアがあるんですけど、この陽奇跡のウィキペディアのところに、 えー、昔は、えー、胡蝶の前の種としても使われたっていうですね、使われていたっていう説明が書いてあるんですけれども、それは嘘なんじゃねえかというふうに思いますが、この辺は面白いところですね。まあ、なので、えーまあ、朝霞萌さんなんかに言わせると、まあ、この新鮮技術のを見て、えー、見た人が、まあ、現象だけ、あ、なるほど、紙で作った蝶々飛ばすって面白いねみたいなふうに思って、 えー、実際どうやってやるかを考えて作られていったのが誇張のままなんじゃないかみたいなことを言ってたりもします。なのでね、あのまあ、今でももしかしたらあるのかもしれないですけど、もう全然これ本当にできるんですかみたいな種がですねあの結構平気で載ってたりするので、実はあのこの辺の古書とかもですね、えー、実際やってみるとできないみたいなものがもしかしたらいろいろあるのかもしれませんね。このの辺が、まあまあ、あるる種古書を見る時の まも、あ、しさでもあるのかなというふうに思いますので、えー、少しご紹介をいたしました、まあ、新鮮技術に関してはね山本恵一さんが技術研究の中で語っていることがそのうちあるんじゃないかと思うんですが、まあ、出てきたらまたご紹介しようかなというふうに思っておりますはい、えー、ということでございまして、えー、こちらが、ね、技術研究を語るの第4号ということになります 今のところね、わりといいペースで紹介をしていけているなと思っておりますが、技術研究という書籍はですね、雑誌はですね、第86号までありますんで、これでまあ第4号が終わった段階なので。 えー、まだあと82回ぐらい、えー、動画を作らないといけないですね、えー。まだまだ長い旅ではありますので、えー、ぜひですね、えー、皆様と、ね、チャンネル登録等々お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。えー、また、まあ、一応マジ,ック、えー、マジックスクールということでやってますので、まあ、いろいろマジックレッスンですとか、マジック案件とかもご相談等々、えー、ありましたら、お気軽にご連絡をいただければと思います。ー、まあ、とですね えー、古い手品のことばっかり言ってますけれども、あのー、それ以外のこともいろいろやっておりますので、まあ、ハリー・ケラーを見習って、ですね、えー、ガシガシ新しい技法、新しい手品をですね、えー、常に学んでいきたいなと思っている所存でございます。はい、ということでございまして、技術研究を語る第4回目、ですね。第4号を以上で終わりたいと思います。最後ままでごご聴ありがとうございました。